キックのシュルシュルラジオです。最近ね、風水の勉強をね、コツコツとやっているんですけれどもね。まあ、あの、風水と言っても、お大きく言うと、環境テクノロジーというのかな。気候とか地理とか風土と、木の関係をね、こう扱う学問であってね。木の流れを良くするということが、いかに大事であるのか。 家とか土地にねこのラッキーだったり服を呼び込むというねそういうテクノロジーであのー、まあ京都とかね 奈良の都市づくりにもね、えー、もちろんこの風水というものはね、陰陽師と呼ばれる人たちによってね、行われてきたと。江戸もね、そうですよね。江戸の風水設計というかね、都市設計をした展開もね、やっぱりそういう、いかに江戸城にね、良い木をこう運んでくるかということで、壮大な都市設計をしたなんていう話がありますけれどもね、 えー、日本のね、えー、古代では天文地理とかね鬼門遁坑というような名前で、えー、かなり古くからあったんだとで今ね現実的にはね、あのー、生活テクノロジーとしての風水が 朝鮮半島、香港、台湾とかベトナム、シンガポールなどでかなり活躍していると。まあ、ホテルのね、設計だったりとか、お店の新規開店だとかね、それからオフィスの配置みたいなものもね、あの、非常に一つ一つこう学んでいくとね、あの、大切なことがあるということで、今それ一個一個やってるんですけれどもね、まあ、夢はね、そういうなんかお店の風水とかね、手掛けてみたいなっていうふうには思うんですけれども、知識、 とかね、やっぱり経験もいることでそんなにねすぐにできるようなものではないんですがあの大きくこの風水というものをね3つに分けると非常にこう大規模なあ風水もう国家とかね都市村づくりみたいなものの際に使われる風水というものはねもう大体政府とかあそれから王朝がお雇いの風水師がそれを行うんだと。 個人と関係するようなスケールの小さめの風水としてはね、個人の青年月日とか江戸で吉居を占うことができますよというね。で、最後が墓地の風水。これ、インタク風水と呼ばれて、とにかく中国とかね、韓国ではご先祖様を大事にすることがとにかく大事なんだと。 あの、死者の家がしっかりしていないと、我々のね、えー、家の繁栄というものはありえないという考え方ですから、中国、台湾、香港、沖縄、朝鮮半島などではね、インタク風水って言って、この、墓地、お墓をね、環境的に良いところにね、お墓を建てるとか、それから立派なものを建てる、ね、風水的に非常に良いところにね、お墓を建てるということが大事だと。 やっぱ沖縄なんかに行きますと、ね、非常に立派なあの亀みたいな形をした、ね、あのお墓ありますもんねやっぱり中国との昔からの交流があるということで沖縄には、ね、あの本当の風水師が、ね、あの残っているなんていう、ね、話があるんですけれども今現実的には中国でもその共産党の支配によって、ねえー、風水というもの自体がもうかなりまあ壊されてきていて。えー 本当にその、意思相伝みたいな風水というものはね、なかなか残っていない状態になってしまっているんだというような話もあるぐらいでね、残念な話だなぁなんていうふうに思うんですけれどもね、まあ、北京の故宮なんかあ、昔見に行きましたけれどもね、占いの最古の文献があるっていうことで、故宮はね、やっぱり高台に行った時に、本当に気分っていうか気持ちが良くて、 これぞ風水。しかも、なんていうんですかね。もう四方を見渡せて、<laughs> 本当の王様っていうものは、こういう場所で、<laughs> どでかいスケールで人々をね、こう見渡して、国を統治していたんだな、なんていうふうに思ったんですけれどもね。まあ、今僕ができることはね、本当に家の中のね、あの、物を置く配置であったりね。 それからあー、まあ、引っ越しも先日したんですけれどもね、あの、ちょっと前にもお話ししたんだけれども、本当に安かろう悪かろうみたいなところで、あの、東京と地方を行ったり来たりしてる生活だから、東京にいるときはね、安いところでいいやと思っていたらね、やっぱちょっと健康面に結構ガタが来た部分があったんでね、今、引っ越しを、その、まあ、風水、勉強したね、知識を元に引っ越ししたらね、これが結構ハマって、 あの非常に健康的にも元気になったしね仕事も、まあ、普通に会長にやれているという状態でやっぱりねあのものすごいいいところに住めるかとなるとやっぱりそこにはね <laughs> お金であったりとかあまたこう運気が上がるような家だとか土地っていうのは人が手放さないということもあってねなかなかその今の日本でそういうところが空いているのかというとむしろこう 絶対にやってはいけないマイナスみたいなものを、どれだけ排除して、現実的な家賃などと、もう、ね、あの、折り合いをつけられるかっていうところが、こう、風水の生かしどころかな、みたいなことで、知人がちょっと引っ越ししたいとかいう時に、アドバイスぐらいはね、できるように、まあ、近々なれるかなという感じではあるんですけどもね。まあ、そんな中でね、あの、やっぱり家の中の清掃、 木の,の流れを良くするということ自体がねあのやっぱり自分の健康でありそれから自分が眠るということねどこで眠るかということそこで活力をチャージして元気よく活動できるかということが成功であったりとかねお仕事金運にもつながっていくんだということでねやっぱり自分の根城をいかにきれいにして気の流れを良くするかということはすごく大事なんですけど。 さまざまな家を見てきた風水師が、ね、言うのがお金持ちの家って、ね、床が見える面積が多い究極もうそこだっていう話がありますよね直にねあに床に物を置くとやっぱり気の流れがよくないということでねなるべくだったらばあ床を非常にこうたくさん見えるような床面積が多いようなね あと在位って呼ばれる角角をねなんか角をピシッと埋めるんじゃなくて角をちょっとこう余裕を持って開けとくとかっていうこともね必要なんだなんていうことを最近勉強してねちょっとこういろいろと部屋をいじったりしてったんですけれども今習っている、ね、その先生に聞いてね開運で結構速攻的に効果があるよということで教わったのが。 あのまあ、女性なんかも特にそう、まあ、女性、男性関係ないですけれども、水場の掃除っていうものは、ね、やっぱり不上の場所と呼ばれるところですよね。お風呂場は汚れを流すわけだし、トイレなんていうのは最もこう汚れがある沖きというね、ものがたまる、汚れる木、おきがたまる場所であり、で台所はね、まあ、僕はもうあえて、えー、家でね、 えーまあ、自分が住んでるっていうかな単身赴任用の部屋では調理しないようにしてるんですけれどもやっぱりもともとはその生き物をさばくような場所ですからね、えー、そこにまあ汚れというものの関係というものもあるのでねあのそこもきれいにしておかなければいけないなんていう話があってで見落としがちなのがねきれいに洗うとか掃除するっていうことはもちろんそれはやるようにはしているしやるんだけれども この水なんですよね、あのー。洗面所にしろ、お風呂場にしろ、それから台所にしろ、使った後の水がね、そのまま残ってるっていうのは実は良くないんだと。で、その風水の先生がおっしゃってたのが、テレビで一行さんのね、自宅を見たら、まあ、 素晴らしいらししいいんですよその IKKO さんのあのご自宅の風水が、えー、水回りがね本当にこう水滴が残っていないっていう状態をねしっかりと作られてるその先生もご自分の経験の中であの風呂場ねお風呂場ってやっぱりザーっと入ってってそのままこう水が残るじゃないですかそれをねあのワイパー100円ショップで売ってるようなワイパーを持ってバーっと水を切ってあの 水滴をななるべく残さないようにする、ね、まあこれはもちろんあの台所なんかでもそうなんですけれどもただねそのやっぱお風呂に水が残ってるっていうこと自体がその悪運とつながるんだとねでなるべく水滴を残さないようにするともう非常にあのね端的にお金回りがよくなりますよみたいなお話をこう教わってで早速ね あの、風水のその授業の後に、すぐにそれを実践するのが結構こう、日々の楽しみで、100円ショップでワイパー買ってきて、お風呂に入ったたびにね、しっかりこう水を全部バーッとこうワイパーで切って、結構気持ちいいんですけどね、それ自体も。やったらね、やっぱりね、あの、いろいろと調子がいいんですよ。うん。あの、まあ、わかりやすい臨時収入が入ってきたりとか、 うんまあ、お仕事もそうなんですけれども今までねその水を切るっていうことにまではなかなかねこう頭がいかなかったなーなんていうふうに、まあ、もちろんね昔バイトしてる時にあのトイレとかね、えー、洗面所とか台所を掃除する時はちゃんとね布巾で、えー、拭きましょうっていうことは言われて,てあの教わってねお店なんかではやってたんだけど自分の家ではそれやってなかったなと思って思い返してやったらね かなり効果があるぞ、これっていう実感を得たんでね、ちょっと今日皆さんにシェアしたいなということで。まあね、あのー、本当に僕自身も勉強中の実ですから、まだそんなにね、偉そうになんかいろいろ言えないんですけれども、誰でもできる簡単な風水術の一つとして、えー、風呂場のね、水をしっかりとこう切る。ワイパーなんかで切るとね、 速攻性のある、まあ、運だったり仕事のね、運気にプラスが出てくる実感を得たんでね、ちょっと皆さんもぜひ試していただければということでね、最近ちょっと風水の勉強をし始めていますよということと、これを聞いていただいた後にすぐにでもできる実践風水術のお話を今日させていただきました。いつも聞いてくださる皆様ありがとうございます。